はい、どうも、シアンです。前回、木の葉カップをやって、4位1つ、そして1位が3つという結果で終わりました。さあ、今回はどうなんでしょうかということでね、ちょっとマリオさんにね、質問したいと思います。マリオさん、今回1位取れそうですか？時々取れるらしいです。はい。時々1位取れるらしいですね、マリオさん。はい、今回の心境は時々ということで、ちょっとね、期待できなさそうな言葉をもらいましたけど、ね、今回はこのマシンでいきます。スタンダード AV。スタンダード AV っていうやつで、いきましょう。ね、ワイルドでスタンダード AV っていうことはもう、これはもうね、18、思春期の頃からしたらね、ちょっと良くないものが連想されると思うんですけど、ね、私はもう健全ですので、はい。もう健全ですから、決してそんなね、危うい方向へ行ったりとかはしませんのでね。さあ、今回はレトロコース最終回ということで、サンダーカップのチクタク6個をやっていきたいと思います。今回はサンダーカップだね。これサンダーカップが初めてついたのって皆さんいつ頃かわかりますか？マリオカートファンならぜひわかるはず。サンダーカップがいつ追加されたのかは。さて、またコムの通りに走るっていうものと、トゲゾウが来たらね、頭がバーンっていうこととね、そういうのをまたやっていきます。さて、ここのコース DS でも走ったよね。このマリカの歴史でも走ったコースだよ。マリカの歴史でも走ったけど、落ちたマリカの歴史で走って落ちなかったのになんでこっちで落ちる？おーら、イカスかい！理解してしまったわ。ザルすぎんだろ、俺のもう。絶対俺が警備員とかしたら、なんか、すぐに不法侵入されそう。俺の将来の仕事はね、自宅警備員なんですよ、はい。自宅警備員に俺はなりたいっていう。いいですよ、自宅警備員って。家から出なくていいんだもん。ねえ。絶対なっちゃダメだからね、それはね。絶対自宅なんかになっちゃダメ。自宅にはなれないけどね。自宅にはなれない。自宅になったら私の中で暮らしてくださいっていう。親だろう、それ。親は自宅になるっていう夢を叶えられるんだよ。さあこれ、おーらららら。これね、コンピューターは、ミラクル8が出ないんですよ。なのでね、もうミラクル8の使い道はもう、ダダダって使いたいと思います。さあ、そしてね、コムの通る範囲で全ルートを通るっていうのが、このマリカの歴史のポリシーなんで、ね、やっていきましょう。さあ、ここ、こうね、こう、あ、最後だけドリフトするっていう感じ、ここ。で、ここ、こうドリフトして、おー、フリスビーが飛んできた。青いフリスビー。赤いスイートビー。全然違うわ。全然違うわ、それ。さあ、食らっとけ！落ちた。全然あかん。全然あかん。瀕死なんだ、俺は。ごめん。近いとこしか見えなかった。さあ、なんか下がスケスケ。下がスケスケで AV でね、ワイルドっていう、もう、なんで私はこういう方向に行っちゃうんだろうな、いつも。さあ、食らえー！パタテンテン。テントウムシだ、これ。お前、春に走らないといけない。で、1位の時はダメな方向行きます。多分こっちがね、こういうジグザグ系男子で行きますよ。ジグザグ系男子。さあこれシャーシャーがね、ここのコースに合いそうだけど、ロボットです。スマブラに出るロボットのことをね、俺はシャーシャーって言ってるんですよ。あれシャーシャー。シャーシャー言うからシャーシャーだよね。さあ次、下通りましょうか。こうだね。ウィニング当たらない。当たったんかな。どうだろう。で、皆さん最近さ、なんか、ハマってるお菓子とかないですか？これね、もうお菓子がね、もう味調べってやつしかないんですよ、今、家に。で、なんか、いいお菓子がないかなっていうことで、なんか、おすすめのお菓子とかありましたら教えてください。お願いします。ねえ、カールとか食べとけよってね、カールのポリシーなんてね、やめられないは違うわ、乾杯みたいな。なんちゃら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 ちゃ、違う。なんだっけ。なんかそれにつけてもおやつはカールだ。ね。俺は全然それにつけられないんだよね。それにつけてもおやつはカッパエビセンみたいな感じになっちゃうんだよね。まあ、人それぞれだけどね、それはね。はい。さあ、ここはパックンスライダーです。3DS にもあったよね、ここのコース。3DS であって、だいぶ変わった。なんかいる。クリボー殺害事件。下水道でクリボーが一匹殺害されましたっていう。さて、ここはね、こう切ってこの辺でミニターボだけ出します。
さて、ここで投げようか。まあね、まずこう、スーパーミニターボを出すんですよ、このあたりで。んで、これでもう終わり。はい、終わりです。ピーチの問い、お前どういう生き方してる？ぐんにゃぐにゃ。やめて。ぐんにゃぐにゃ、お前動くなって。おいおい、もう。さあ、水が垂れ流しされてるよ、もうこれ、汚染水だよ、これ。ねえ、ジンとか窒素とかが入りまくってんだよ。家庭用ね。さあ、なんか、トゲゾーンとか、トゲゾーン、トッシートッシー見えたよ、今、完全に避けれたよ。なぜ避けれたのに避けないんだろうな。さあ、キノコ、もうこれキノコ使っちゃおうか、こっち行こう。うひょで、こういった場合はね、こう、ショートカットみたいな感じせずに、こう、ちゃんとコース通りに曲がるんですよ。さあ、まあ、左はもう行ったんで、次真ん中行きましょうか。次は、三周目は右行きます、ここは。で、ここはドリフトしません。ドリフトせずに、ここでドリフト。こう、で、こうドリフトします。さあ、バナナの皮を、ね、誰かにプレゼントしたい。バナナの皮をピーチに、for you! ピーチじゃなかった。ほうれん草だった。もう、イギーの頭さ、ほうれん草にしか見えないわ、俺。あれ、完全ほうれん草だろ。さて、毒キノコがいる、毒キノコ。みみみめ、もももさあ、ここはね、こうショートカットします。ここだけショ、曲がれないまっすぐな男なんだ、ごめんね、俺は。俺はね、何事にも曲げる男だから、曲げる男だけど。マリオは曲がらない男だった。まっすぐな男。さあ、こっちか。うっひょあ、なんもないのに、うっひょって言ってしまった。やばいぜ、もう今のでビビリがバレたな。さあ、ファイアボールはね、あんまり後ろには投げません。はい、コンピューター基本アイテムは前にぐらい、前にしか投げないんですよ。トリプル K もね、よっぽど真後ろにいない限りは、後ろに投げないっていう習性がね、なんか、幼い頃から母親に勧められたらしいです、こうやって。ね、母親の教育のもとね、アイテムは前にしか投げちゃダメですよっていう、教育を受けてきはったんで。さあ、こう、上乗りたかったんだけどな、上乗れないな、もう左行こう。上乗りたかったら、こう、普段上乗らないから。さあ、落ちろ落ちろって、お前なんで赤コーラ禁止かお前お前さあ、あいつは抜けて、あいつは抜く、抜く、抜ったうるさすぎるね、俺。ごめんなさい。すいませんでした。ちょっとね、次、後にレースは静かにしたいと思います。さて、やっていきましょうか。あのね、次はグラグラ火山っていうコースです。ね。皆さん、マリオカートの中で好きなコースはどこでしょうか？一番好きなコースです。過去、スーパーファミコンからね、今、8までありますけど、どれが一番好きですか？自分はね、チーズランドっていうコースが好きです。あの、ゲームボーイアドバンスにあるね、チーズランドっていうコースがね、好きなんですけど、どこが皆さんは好きでしょうかということで、グラグラ火山です。やっていきましょうか。さあ、ここは大竹さんだ。大竹さんの内部。ね。さて、この辺はドリフトしないんですよ。宙返りね。なんかこれ、オリンピック競技にあってほしいよね。あの、鉄棒みたいなんじゃなくて、新体操、カートぐるぐるみたいな。さて。さあ、前はほうれん草。そして後ろから赤コーラ、だるまさん。うひょー熱い熱い、ジュゲムさん、もうちょっと、もうちょっとジュゲムさん、早く来てください。俺焼けちゃったじゃないか。日焼けしたよ。これぞ本当に日焼けって。さあ、右行こっか。もう右行きましょう。こういうね、行き方を。皆さんもね、オンラインで疲れたらね、もう、コム戦をやった方がいいと思います。もう僕ね、正直、うーきょ正直言う、何今の何今のジュゲムさんジュゲムさんああ、ここドリフトしない。君、恨むよ早く上げてくれないし、落としたところ、ニトゲゾを通るしでも、君、恨むよ、もう。さあ、僕はね、オンライン対戦より正直言って、コム戦の方がね、最近、面白く感じてきたという、この不思議さ。ね。じゃあ次、右行きましょうか。こういうね。で、ここはジャンプアクションしません。で、こう、ピーチの通りについて行きましょうか。こう来て、なんとリフトするという。なんか持ってる！だるまさん、だるまさん兄弟が持ってる。だるまさん持ってますね、だるま、だる。だるま、だる。だるま、だる。
あ、通り過ぎていった。あいつは金管だった。遠視？遠視かな？金管？遠視？沿岸？どっち？わかんない。川岸沿岸。わけわからんわ。河岸出入り。わけわからん。さあ、3周目入りました。ここはドリルとしません。で、ここでコイン使って、スマブラの資金を貯めましょう。さて、そして、現在後ろはピーチです。さあ、1位の時はダメなの。ダルマさん兄弟。ダメな方向行きます。もう2位なのにダメな方向行っちゃうという。さあ、黒雲がいっぱい敷き詰められております。ここの土地。さあ、火山灰が降り積もる。なんか当たってたね。緑さん兄弟、次飛びましょう。飛んで、こっちに着地して、で、こう来て、火山灰邪魔。火山灰あいつ溶けるぞ。さあ、これこう来て、次ピーチがどっち行くかに俺よって。右行った左かよ。お前無理じゃん。そんな、なんでお前そんなカクンって曲がんの。そんなカクンって曲がんだって。三角形の頂点かよ。三角形の内角の和は、何歩でしょうか、皆さん。何歩だっけな。三角形の内角、ああ、180度で。180度だったと思います。さあ、次、最後です。行きましょう。レインボーロードです、次は。ね。レトロカップのレインボーロードは、64です。さあ、来ました。こう見てください、この、豪華さ。ねえ。すごいよ。銀河鉄道39が走ってるよ、これ。ねえ。すごい。さあ、機械人間になりましょうか、皆さんでね。機械人間になりましょう。2、1、ゴーっていうことでね。さあ、ここあんまり反重力にする意味がね、わからないんですけど。個人的に反重力要素があんまないという。さて、まあね、こう、こむ左の輪には通らないっていうね。そういう習性を持っておらっしゃる。危ないです。危ない。こんなとこで、おしくらまんじゅうしてる場合じゃない。おしくらまんじゅうは、また後で。エレベーターの中とかさ、そういう、おばちゃんのケツがでかくて、俺はいつも、押され負けするけど。さあ、ここで、この辺でまたドリフトするんですよ、こうやって。今はね、前の通りについていってます。ついていくっていうかね、ついていくっていうかまあ、もう、ルート、うひょ、なんか投げた？危ないな。あーひゃーどんな動きしてんの？やばい、やめてくれ。ちょっと待って。なんか来てるな。飛来神来てるな。うわ、じゃあここで使おう。使いましょうか。さあ、このタイル、皆さんなんかと似てるなって思いません？このタイル。はい、そうです。SFC のね、レインボーロードのタイルと、ほとんど似てるんですよ、ここのタイルは。さあ、3周目入りました。このサビから始まるという、マリオカートシリーズ、伝統的になり、うわ、ひゃー！うひょー！やめて。貴様。邪魔じゃ、お前。なんちゅうことをしやがる。貴様。この野郎。こんな最後で、最後の最後に貴様は、なんちゅうことをしやがった、お前、クッパだ。うひ。額ではないね。はい。1位はピーチです。あ、抜かれた？え？私はクッパを永遠に呪いたいと思います。もう呪う。もうあいつ呪う。もう呪う。パックンフラワーは当てるだけならまだしも落とすとかなんちゅうことをしやがるんだ。裸ネクタイ通ったし今。さてね、ここは、大竹さんの内部ですけど、噴火、ね、もう、なんか今、中止になったらしいですよね。調査が。さあ、トゲソも一緒にゴールインしました。うひょー！なんか今回、目立ちまくってんな、1515って。まさに最初の宣言通りじゃないか、マリオさん。今回の1位を取れる感じはどうでしょうかって言ったら、時々1位取れるって言ったからね。やっぱり時々1位取りましたね。はい。ということで、今回はここで終わりたいと思います。次回は、追加コンテンツをやっていきたいと思います。ね、スペシャルカップには行きません。はい。追加コンテンツを4つやってから、スペシャルカップは行きたいと思いますので。なのでね、ちょっと追加コンテンツが配信されるまでは、このマリカの歴史はお休みして、なんかまた違うね、歴史を、
築き上げたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよならー。